これさ、わかる？7条春日の交差点、7条春日の交差点ね。7条春日、了解、お願いします。ジュース買う。ナジラネさん、久しぶり。現茶で頑張っていますね。キリン・アヤギヌは三低画質にしたら聞こえました。ありがとう。ゴンタさん、定期スマホの方はアプリを再起動してください。秋の和三京都駅近いね。森の便所八さん、もうすぐわかります。おっさんダイバーさん、久しぶりだな。ジュニー・ジュンさん、七条。くるみさん、ジュース。ナッキーさん、お寺。ザクロ姫さん、自販機タイム。小鳥さん、帰りは伏見南大社にも寄ってほしいな。ケツ穴かいわれさん、滋賀県出身の有名人。石田光さん、武豊、西川貴教。リスナー来るとこ、あれリスナー来るからこっちが大好。野生爆弾。とりあえずね、ガブのミルクコーヒー買いました。山中慎介、ろくでなしブルース作者、森田正則。ガブ飲みにした。ライト3年になるな。安くんさん、画質設定を自動にすれば見れますよ。ザクロ姫さん、滋賀県バージョン来た。W アルクルさん、ムーディーユイガ WWW。 いや、ほんとお疲れさんだよ。超算定画質で音出ました。ニャジラさん、ムーディーユイガわらわら。たくあんさん、お疲れ様です。ルーキーンさん、甘そうわら。アレックスさん、面白いわらわらわら。くるみさん、ミルクコーヒー。ミルキーさん、甘そうわら。東京猫さん、すげー飲みたい。リクさん、一服。リュウユキ、リュウセツ、三株の2系は意外やったわ。あ、ナジラネさん、ナジラネさん、いらっしゃい。どうも。ジョニーデッパさん、パイセン、何時まで配信やる？ずっとやるよ、ずっと。このまま。この4時間枠終わっても、また4時間やります。バンちゃんさん、睡眠大丈夫なんすか？睡眠大丈夫だから起きてます。ダメなら寝てますから、ね、眠くなったら寝るから。確実に眠くなって運転してたら事故を起こすから。本当に予算ナイスまだの方ご協力お願いいたします。眠くなったら寝るよ、本当に。目標まで8号 NIC。 そりゃそうでしょ。目がね、もうね、やばいな、目閉じるなとか、意識がやばいなと思ったら寝る。心配だからちょっとは寝てほしい。大丈夫だから走ってます。満杯戦、はい、だって眠くないのに寝ようと思っても寝れないんだから。ある。ザクロ姫さん、それが眠くない時は寝れないんだからしょうがないでしょ。起きてます。無理しないようにね。森マンさん、徳島トーンナー。徳島ね、あとでも561キロだからもう半分以上走ったからね。予算確かに。ルーキーンさん、アドレナリン出てるね。僕の体力は相当ですよ、本当に。相当体力あると思うよ。自信あるもん。犬間さん、なぜ徳島に行くの？あ、プロフィール見て。なぜ徳島とかいう人はプロフィール見て。プロフィールに書いてあるんでね、全部。ランランさんが、はい、明日病院だ。プロフィール見て、プロフィール。プロフィールに10か条みたいな書いてあるから、うん、それ見て。栃木県代表さん、明日には徳島行けそうなペースですね。明日？そうね。明日。犬間さん、わかりました。予定明日昼までいい。アレックスさん、かっこいいわマジで。タクボーさん、すいませんがね、手間かかりますけど、プロフィール見て。ケツ穴かいわれ参拝戦の阿波踊りみたいです。スカー兄さん、こねえな、森のっち。ルーキーンさん、ナイス700超えてますね。フィリーさん、低画質にしたら音が出たよ。ちょっと待ってね。ジョニーデッパさん、まあこれ休み機会なんで。おお、すげえ。さん、ぜひ四国に入ったら香川で。手持ち花火ね、1034個、全員投げてくれた人、今全員確認しました。ありがとうございます。まあマックスさんと通多いですけど、その他ね、見てます。ありがとうございます。あと花火ね、くれた方、ありがとうございます。ハートくれた方ね。あとハンバーグ、風船、初見です。いいね、KP、メガホンくれた人、ありがとうございましたね。ありがとうございます。ジョニーデッパさん、意味わら。すいませんね、これだけアイテム飛んでも僕1万円しか使えませんから。申し訳ございません。これだけ皆さん投げてくれたかもしれないですけど、僕はプロ見たけど、理由は書いてないような。何が？理由？理由は書いていない？プロフィール見てや。予算それが4万円のところ。
ラックラクさん、いえいえ、何かの足しにしてね。プロフィール見てくれたの、ちゃんと。朝倉ぽかりさん、投げたいからアイテムを投げるのです。宮地田さん理由。この企画放送は特に目的らしい目的はありません。書いたんじゃん。首吊れよバカ。メガネかける、メガネかけよってことですか。バカ。ジョニーデッパさん出た W のね。文字見たくあんさ、何文字見てもうさ、目的がないって書いてあるのがもうね、目的ないですよって言ってんのが、それは答えじゃん。めんどくせえ、首吊れよマジで。小鳥さん、それが理由。マジ一家心中しろよバカ。わらわら、ケツ穴かいわれさん、わら犬馬さん、何のために、何すごいよね。結構パーフェクトな感じで書いてるけど、俺どうせねバカみたいな目的がどうこうとかバカなことを言う、あ、いるやついる、いるからさ。予算わらわらわら、ジョニーデッパさん、ネジが外れてますわら、宮さん一家心中わらわら、美里さん徳島に行く理由はノンさんの希望だよ。そんな一家行くわら、ジュニアジンさん一家心ケツアナカイワレさん、ウッカシンジュウワラ、ザクサンキキ、ウッカシンジュウワラ、ルーキンさん、カッチュウワラ、ルーキンさん、ビッタアワラ、ベンジマじゃないの、スカーニーさん、ベンジマです、ベンジマです、全然イメージが違うんだけど。いやネタですよ、ネタ、ネタですよ。あ、初めて見ました。あ、さ、せっか、かっこいいですね。かっこよくないよ、ベンジマジュワッケーな。かっこいいですね、やっぱり。ごめんなさい、ちょっと赤いよ、ごめんなさい。いやいや、全然いい。ありがとうございます、わざわざ。いやいや、本当に、もう近くなんで、ここ。すげえ嬉しい。勉強はよく来てくれっからね、最近ずっと。花火も確かに投げましたね。そうそう、そう。すぐ来て投げてたからさ、ありがてえなと思ってさ。あの、よっさんさんの配信と、ね、石川さんの配信と、ね、あの、村さんの配信と、いわゆる、ニコ生界隈の方々の、配信者をずっと見てまして、それで、ゆうがさん見てたりとかって、いろいろそういうつながりで。みんな有名な人だね。やっぱそこら辺は。そうですね、やっぱり、そういったなんか、あんまり人気じゃない方々の配信よりも、なんかそういう有名な方が。チャリがだって、俺の原チャリと変わんねえぐらい高そうだもん。すでに。いやいや、もう、クロスバーグで買えなかったもんね。ちょっと邪魔ないとこに。すげえすげえ。え、今いくつ？28だって。若いな。若い。もうすごいですね。生の優雅さん初めて見た。あ、そう。なかなかこっち来ないもんね、配信。そうですね。今まで誰か来た？石川さんが来てたと。ねえ、あとは、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと消します。石川、そうだね、石川の話そうですよ、ちゃんさん、すぐ帰れたんですけど、あの、市場から町とかのもっと上の方でくるみさん嬉しそうやわ、そこで会うわけです。すごかった、石川。ああ、やっぱり実際会うとやっぱり若く見えますし、声がやっぱり、あの、あ、ほんまに普通のお兄さんの声だって感じでしたね。よっさんとか絶対来ねえだろうな。小鳥さん、そりゃテンション上がるわ。来てくれたらさ、嬉しいよ。来ないから大変だからね。なんか個人的には、ゆいがさんとよっさんさんのクリーム配信で見てみたいなと思ってるんですけど、なかなか難しいじゃないですか。俺もやりたいなと思う。面白そうだなと思う。そうですね、めっちゃ面白いと思ってね。イコマちゃんさん、テンションが高いリスナーさん。佐藤、褒めすぎですじゃないよ、佐藤。いやいやいや、くるみさん、笑い方つられる。たくあんさん、一家心中で笑ったやつ殺す。原付のあれは関してはもうね、本当にひどかったですね。いや、本当だよ、すげえ金かかったもんね。ラッキーさん、笑い方が笑。ニャチラさんへ、今回も、ノンさん、ニヤトツ、ありがとうございます。人がいたから、ジョニーデッパさん、一家心中笑わ。じゃなければ、やっぱ怖いよ。そうですよね。いなかったら、実は自分のバイク可能にいじる人を出てくるじゃん。そうですね。ちなみに、でも、ああいうとこだったら、多分、警備員さんずっと人気あるんで、変な人いても、何してるんですかって言って、嘘つかまれると思うんですけど、今日だって、変なリスナーさんとかいない感じ。そうそう、なんか地方はいないよね、やっぱ東京なんだろう。そうでしょうね、大変ですね。やっぱり世の配信さんに行くのも、やっぱり関東方面が多いですね。ジョニーデッパさん、一家心中先輩いらっしゃい。関東に住んでる人はみんなやられるよな。くるぶしさん、ここまで喜んでくれると嬉しいな。皆さん、やっぱ荷物関係だから。
そうそうそうね、ゴミ送ってくるそう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 、やられるいやまだまだ あとは560キロだから半分も進んだから、ごめんなさい、なんか時間止めてしまって。いや全然いいですよ、全然全然、ずっと休憩でも取らないで3時間とか走ったから、そろそろ休憩取ろうかなと。京都みたいなところで運転が荒い、荒い荒い。滋賀のこっち側に京都に向かってくる方と、京都はすごい運転がすごいなと思うの、無理やり入ってくる感じが。道が多分、道がそこまで多分広くないから無理やり入ってくるんだろうね。あといきなりなんか車線が1車線になるってことあるでしょ。そうなんですよね、そうなんだからでしょ。狭い道、ああいう大きいなんか速いっていうような車とか大きいのが無理やり通っていく。そう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 、でもオラオラの行く間みたいな、すごいなと思うもんね、入り方が、うん、そうなんですよ。スター兄さん、わらわらわら。いやー、クリスマスすいません、なんかクリスマスリスナーこの喋りすぎ。いや、全然いいですよ、嬉しくて。いや、全然いいですよ機械ないですからね、なかなか。スター兄さん、破天荒ドライバー2PACさん、わらわらわら。本当いや、そんなことないよお前らもね、俺に会ったらそうなるんだから、分かったなあ、ここでアンチコメントで偉そうにコメント打ってるけど、今までそうだろお前、リアと付きた人間ゆうさん、ゆうさん、ゆうさん、ゆうさんってなってんだろ。僕あのゴミがうんぬんって、僕4つしか打ってない、ジュニー・ジュンさんや東京猫さん聞こえないそうそうそう、そうですよね、ずっと走ってたら。あ、いいですよ、もちろん持ってみ、もちろん。あ、これを配信の時、バイクだけじゃなくて、普段からこれずっと。そうですよね、確かにね、5キロぐらいあるね。ただ現実はすごいことですよね。まあね、関東から感じはすごいですね。どこのナンバーと思うもんね、まずね。そうですね、八王子ですね。小鳥さん会いたかった、アスタリスクの大きい3年ですよ、一番。写真とかないんですか。あ、いいよ、全然 OK、 はい、全然いいですよ。例えば僕自分が個人のツイッターのアポロとかに変化した設定を適当に変えてからまた戻すと音出ます。佐藤さん写真撮らないと、いわゆる石川さんのやってる後ろからね。ジュニー・ジュンさんち機械来たスカー兄さん写真 OK なんか、煙さん雑音が降りたけどな。僕の自己責任じゃない。東京猫三児童って何？ザクロ姫さん、はい、チーズ。ノンサン混雑音消えた W。ライトつけないなんですね。イコマちゃんさん、ユイガさん、シールあげたかな？ジュニージュンさん、やべえわら。スカーニーさん、森の若そうわら。コロさん、音がない。ミサトさん、画質を自動で音出るよ。煙さん消えた。クルミさんも雑音治ったでしょ。ランランさん雑音してるけど音が止まってない。アレックスさん実に羨ましい。佐藤さん見えてるし。麦さん楽しそう。ホロさん出た。知恵さん画質音質設定を自動にする。でもやっぱり実物こう見るとやっぱり結構あれですね。シンジさんサービスもなおないよ。いやいや本当にただおじさんですよ。さん WW ありがとうございます。ノンさんまたそのポーズ、うん。あ、そうそう、俺いつもこのポーズだからな。わざわざありがとうね。全然イメージ違う。はい、また放送よろしく。